片町スクランブルナイト、まずはこの方々をお迎えしましたよ。はい、今日は金沢大学のサークル S からゲストの皆さんをお招きいただきました。はい、なんか日本語おかしくなってきた。お招きいただいたゲストのお二人をお迎えしております。はい、ではお一人ずつ自己紹介お願いします。はい、ではこちらの方から。はい、金沢大学電子情報学類常田遠と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。金沢大学経済学類坂下樹です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お二人は金沢大学サークル S から登場ということで、はい、やっぱ普段からこういう格好で活動なさってるわけですか？普段からではなく、今日は特別な日に。今日特別、はい、そうなのね、はい、今日特別な感じで用意してもらって、ね、はい、清掃を着て。清掃なんですか？でもね、ちょっと背中をカメラに向かってちょっとどっちか見せてもらいたいなと思うんですけど、近代祭の、ね、起爆剤って書いてあるんですよ。はいはい、バーン、起爆、近代祭の起爆剤サークルです。これもちろんね、皆さんの清掃ですよね。はい、はい、近代祭当日もこのシャツ服を着てやろうと思ってます。はい、ということで、文字通り近代祭をガッと盛り上げるべく中心、震源地になっているのがサークルSであるという形なんですかね。はい、普段はどういう活動してるんですか？普段は毎週金曜日にその授業終わった後にみんなで集まって会議をしつつ、どうしたら近代祭にもっと人が来てくれるかとか話し合ってます。うん、じゃあそれは去年の近代祭が終わって、はい、もうすぐ今年の近代祭に向かって次の会議とかが始まっていくわけですか？いや、半年くらい休憩した。休憩じゃ、ちょっと方針とかも決めながらも、あと4月にサークルS が主催する神田大学の合同進化みたいなのも行うので、はいはいはい、それの準備をしたいけど。ああ、なるほどね。そっか、じゃあその近代祭が終わると次は新刊に向けての準備が半年ぐらいかけてあるわけだ。はいはい、はあ、でそこでまたみんなサークルS面白そうっていう人たちが集まって力を集めての近代祭と、はいはい、いう形になるわけですね。そう、今年もやってまいりまして、今年の近代祭日程からまずちょっとご紹介をいただいていいですか？はい、今年は10月28日29日の2日間となっております。はい、じゃあもうがっつりハロウィンですね。そうですね。じゃあどうなの、サークルS的にはハロウィンの比率と近代祭の比率で言ったら、言ったら10-0です。10-0で近代祭です。ですよね。聞くだけやぼでございました。さあ、じゃあね、いろいろと目玉があると思うんですけれども、うん、ここ片町と近代のコラボっていうのがまずあるんですよね。はい、はい、今年も、毎年好評の金沢紅屋さんとのコラボで着物ファッションショーを開催します。はい、これ好評ですか？毎年、はい、毎年好評いただいております。うん、そのモデルさんっていうのはどういった方が出られるんですか？金沢大学の方で集めていただいて、うん、はい、集めていただかせて、うん、有志を集って、その方々がその当日着物を着て出てもらうことになっています。それは、金沢大学の生徒さんということですか？そうですね。何人ぐらいの方が出られるんですか？今年は10人の方が出演いただいて、うん、女の方が7人、はい、大人の方が3人となっています。あ、なるほど、ね、ということで、うん、もうこれは毎年毎年大好評、はいはい、ということですよね。うん、金沢紅屋と金沢大学のコラボレーション、うん、はい、学生さん、まあ、2人はどうです？こう着物を着ることって普段はあんまりないかな？ですね、全然ないですね。うん、でも女子なんかではやっぱりちょっと着物着てみたいっていう女の子も多かったりするでしょ？そうですね。うん、結構このモデルなんかも応募多数あったりするんですかね？なかなか結構人が来てくれます。うん、ね、ということで、あ、そんなのあるの知らなかったという方はね、うん、ぜひ金沢大学に入学をしていただいて、まずそこからになるかもしれない。でもいずれね、ひょっとすると一般公募でもお願いするようなことが出てくるかもしれないですしね。はい、そうですね。うん、はい、ですか、また規模を大きくしてやっていきたいと思います。ね、そう、これも楽しみにしていただきたいなと思います。この着物ファッションショーは日程は？日程は、10月29日の13時20分からとなっております。はい、2日目日曜日の13時20分。はい、これは、金沢大学校内のサークル S、 はい、ステージで、特設ステージ、はい、これ行ったらすぐ分かりますか？そうですね、会場の方に行っていただければ、うん、すぐに目立つところに立ててあるので、はい、すぐに分かると思います。角間キャンパスのね、はい、こうでっかい石の金沢大学っていうところをこう入っていって、はい、ちょいちょいと行けば、はい、すぐ分かるわけですね。はい、行ったことある？あ、あります。ある。
中は入ったことないですけど、うん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 、とあそこの山の方ですかね、ちょっと高台の方には、そう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 、はい、森の里からね上がっていって角間キャンパスすぐ分かると思います、かなりちょっと遠いですけど行きにくいわっていう方にもなんか交通手段があるということをお伺いしてるんですけど、そうですね、毎年恒例になってるんですが、うん、農家不動産と協力して無料バスの方が金沢駅から近代の方まで出ていますので、はい、ぜひ、そうそう、だから行きやすいなと思って、ね、あのバスとか乗り継ぎなんかは結構大変ですから、うん、金沢駅から、ね、直で無料ですよね、はいはい、無料で、うん、ありがたいです、はい、ね、こちらもぜひご利用いただきながら、うん、頻度とかはどうですか、時間何本とかあったりするんですかね、うん、そうですね、30分に1本ぐらいかな、そんな感じですね、だいたいおおむね30分おきぐらい、うん、はい、で、日曜日の方は3時過ぎぐらいから、はい、ね、3時過ぎに1本か、うん、このあたりちょっとですね、ホームページとか、そうですね、近代祭の特設サイトがありまして、はい、近代祭2017で検索していただけると、うん、いると思いますので、はい、ぜひ皆さん検索してください、はい、2017をお忘れなくお願いします、あ、はい、そうですね、去年の情報に行き着かないように、はい、お気をつけいただきたいと思いますが、はい、で、その他にも盛りだくさんですので、いろいろイベントについてご紹介をいただこうと思うんですが、うん、学祭って言ったら何でしょう、やっぱライブ、うん、ゲストライブですかね、うん、誰かいらっしゃるんでしょうか、今年は2組のゲストにお越しいただきます、はい、まず1日目に来ていただくのが石川初のダンス&ボーカルユニットのガムさんに来ていただきます、はい、GUM でガム、はい、はい、2日目は心オークションという方にライブで参加してもらおうと思っています、はい、ね、関西系のバンドでしたよね、そうですね、心オークションは関西系のバンドで、うん、ね、YouTube の方で有名になって、はいはいはい、まあ、絶賛また沸騰中のバンドとなっています、うん、ね、ということで、時間がそちら、ガムさんの方が28日の3時55分から、はい、で、心オークションの方が日曜日の16時からとなっています、うん、はい、で、どちらも観戦無料ですので、はい、ぜひ皆さん来てくれると嬉しいです、なるほど、無料なんですね、はい、チケット無料、入場無料ということですので、これまたありがたいですね、そうですね、はい、ぜひお出かけください、はい、さあ、それからそれから他にもね、こういろいろとパンフレット、ポスター等々いっぱいあって、ちょっとこうそれもね、うん、見せてもらいながら、大きいものもお持ちいただいたので、はい、じゃあ林地下の方出してもらって、はい、ドドンと、わあすごい、なになに、お化け屋敷脱出ゲームっていう文字がまず目に飛び込んできたんですけれどもこれは屋内企画としてお化け屋敷と脱出ゲーム2つの企画をサークル S から用意させていただきます、はい、あ、これはサークル S の企画として2つあるわけなんですね、はい、うんうんうん、結構なんていうんですかね、こう完成度、お化け屋敷も怖いのはすごい感じ、そうですね、今完成度結構高めてて、めちゃめちゃ怖い感じ、そうですね、はい、子供入れますか、子供、あ、もちろん大丈夫です、ね、年に数人こう行方不明になるっていう噂がね、なきにしもあらずです、ね、サークル S のお化け屋敷大丈夫ですかね、はい、今年は大丈夫ですあと脱出ゲーム、これも人気でしょう、お子さんたち特に、そうですね、最近人気の脱出ゲームもやることになって、子供もちゃんとやれるように、小学生以下は保護者同伴となりますが、はい、それでもちゃんと楽しめるような企画になっております、なるほど、きっと脱出ゲーム謎が難しかったりするんでしょうね、そうですね、初めの方は難しい問題で、結構難しかったです、結構難しかった、はい、試しに解いてみたんですけど、うん、はい、で、そのままそれともちょっと難易度をちょっと難易度の方を落としてとお願いしてありがとうございます、ね、落としておかないと一緒に行ったお父さんお母さんがね、こうちょっとこうメンツが、ね、潰れそうになるんで、はい、でもぜひね、お化け屋敷、さらに脱出ゲーム、はい、お楽しみいただきたいと思いますし、サークル S のステージとしましては、土曜日が青年の主張と、はい、クイズ大会をやります、うんうんうん、クイズ大会、そして日曜日にファッションショーとカラオケ大会をやろうと思っています、カラオケ大会、これは当日出演、はい、参加者っていうのは参加者の方は事前応募でなってますが、はい、ただ青年の主張の方は当日でも参加可能ですので、もし叫びたい人がいたら、うん、ぜひ飛び入り参加お願いしますそうですね、はい、盛りだくさん、その他にもスペシャルステージいっぱいね、うん、書いてありますけれども、まあ、詳しくはこの近代祭2017、はい、特設サイトの方で、シャトルバスの時間であったりとかね、チェックいただきたいなというふうに思います。さあ、その他にも
ね、いろいろと言いたいことあろうかと思いますけれども、うん、あと言い足りないこと大丈夫？今2人してくれてあ、そうだ、去年はこのサークル S にね、マスコットキャラクターがいらしたじゃないですか、はい、金ダイバーですか、はい、金ダイバー、はい、今年はそういえば金ダイバーの姿が見えないなっていう、そうですね、ちょっと星に帰られてお帰りになられた、はい、そうですか、修行が足りないということで、いつも星で修行してくると、ああそうなので、じゃあまたいずれどこかでさらにこうグレードアップした金ダイバーが帰ってくるかもしれない、はい、そうなります28、29に間に合いそう、ちょっとまだ連絡が音信不通ということでございまして、まあでも金ダイバーのね、登場もあるかもしれませんので楽しみにしていただきたいなと思いますが、じゃあ最後にですね、お二人からカメラに向かって一言ずつメッセージをいただけますでしょうか。はい、今年の金ダイ祭も必ず盛り上げてみせますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、金ダイ祭みんなで頑張って作るので、ぜひ来てください、お願いします。はい、ありがとうございます。ということで金沢トピックス、この時間は金沢大学のサークル S の常田東衣さん、そして坂下いつきさんをお迎えして、いろいろ楽しいお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。